長浜萌美さんからのコメントをご紹介させていただきます。猫が好きなので猫襦袢に猫の置物、猫柄の半幅帯2本と猫尽くしでまとめてみました。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今長野県は須坂市に来ておりますけども、今ファッションショーが終わりました。はい、たくさんの人が来ていただきましたけども、そこに特別出演されていた方に来ていただきました。いやいやいや、すいません、自己紹介をお願いします。ありがとうございます。今須坂市在住で長野県中心にフリータレントの活動をしております小林智美と申します。小林さん、はい、なんか声はなんか聞いたことあるんですけど、 ありがとうございます。声から入るっていうのもありかななんてちょっと思ったんですけど、そうですね、声の仕事だったらラジオとか、あとはテレビも仕事してますし、こういったイベントの、今日はあの別の MC さんがいましたが、こういった MC の仕事とかも普段はしてます。なるほど、なんかすごくこうお似合いの着物なんですけども素敵ですよね。これはなんかどういうこう言われのある今日なんでしょうか。これがすごく素敵で、私がいつも髪を切ってもらっている美容室の大先生が50年ほど前に振袖を成人式で着た、その振袖を今日お借りしてきたんです。で、そのまあ実行委員でいらっしゃる大先生でもあるので、私の着物をって言ってくださって、ともちゃんにならあんじゃないって言ってくださったのですごく嬉しくて、しかもまあお着物はその大先生の50年前ほどの前の、50年ほど前のお着物なんですが、帯はその娘さんの帯 でやっぱりこの帯締めの結び方とかパールの部分とか、こういうこう装飾というかね、デザイン性というのがやっぱり今時のもの、だから昔と今のコラボレーションみたいなのをこう共存させている今日お着物かもしれないですね。今後は、まあ、着物も含めて須坂で生活すると思うんですけども、その辺なんかちょっとありますか。はい、もともと私正直東北出身で、東京で活動をタレント活動をしていて、長野県には縁もゆかりも友達も一人もいなかったんですけど、結婚を機に長野県に来まして、で、まあ、子育てする環境、土地探しをしている時に須坂に魅力を感じて、やっぱりこう自然もあるし、果物が美味しかったり、まあ、食も自然も人の温かさもすごいいろんなところに魅力を感じて、今はもう須坂市に住んでいるんですけど、まあ、そんな須坂にせっかく住んでいるんだからこそ、私が発信者としてこういう仕事をしている以上、須坂をぜひ盛り上げたいなと思っていて、今回もこの着物の、ショーにお招きいただいたときに、もう嬉しくってすぐに参加することを決めたんですが、まあ、お着物に限らず、まあ、蔵の町なのでお着物もとても似合う町だと思いますが、私はちょっと今絵を描くのも好きなので、アートの世界で盛り上げたり、お着物で盛り上げたり、建物で盛り上げたり、食で盛り上げたり、ちょっと私ができることをなんとかいろいろと組み合わせて
須坂から中心に盛り上げていきたいなって思ってるんです。なかなかこう一人では動けないものもお着物のそういう会の方々と今回タッグを組めばこうやっていろんな方に見てもらえるとか、食だったらやっぱりこう農家さんとタッグを組んで何か発信するとか、やっぱりこう私にはできることが限られてるかもしれませんが、こうみんなで力を持ち寄って大きな力に変えていきたいなって思ってるんです。なんか立ち当たって場所を探しているとかっていうのもありましたけど、そうなんです。最近アートでマンダラアートっていう、マンダラって本当にこう幾重にもこう定期的っていうのかな、こう柄が幾何学模様みたいなものなんですけど、それってこう描いているだけでもすごくリラックス効果があると言われていて、で特に飾って目につくところに飾っておくと本当にそれだけでも引き込まれてリラックスすると言われているアートがあって、今私マスクアートって言って、仕事の時に自分でマスクに絵を描いてたんですけど、それだとなかなか人には伝えられず見てもらうだけだったので、何か絵をこう発信でき、みんなにも体験してもらってリラックスして、みんながこう活力を持って街が盛り上がったらいいなと思ったので、マンダラアートの講師の資格を取ったんですけど、ぜひ須坂に住んでるので須坂でもワークショップとかその講座を開きたいと思ってるんですね。なので大勢の方に参加してもらって、そのアートの魅力っていうのも発信していきたいなと。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ぜひなんかやりましょう。ネット配信しますよ、はい、どうもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット所属と申します。今長野県は須坂市に来ておりますけども、はい、すいません、自己紹介お願いします。須坂の町のひな祭りの実行委員長しています田中でございます。いつもお世話になります。はい、少々が終わりました。これは何かイベントだったんですけども、はい、私どもみんなでね、須坂の町を盛り上げようということで、もう20年前からひな祭りを始めまして、多分長野県で一番最初にひな祭りを始めた須坂市が。なるほど。全国でもあまりなかったんですね。今はもうひな祭りだらけですけども、でみんなでお金出し合って、もう行政に頼るんじゃなくしてみんなでやろうってことで始めてきて、その中で何かいいあれやりたいなってことで、このファッションショーが大きなイベントになってきましてね、これは本当に華やかで良かったなというふうに思ってます。私どもずっと須坂の新州須坂のひな祭りやってきまして、その中で少しみんなが集まって、でなおかつ華やかにできるのもないかねっていうことから、ファッションショーを始めまして、これも美容師さんの方々のご協力がければできないんですけども、これができたもんですから、北沢さんっていうね、人の実行委員の一人の人がすごく苦労してくれまして、このできたことはとっても良かったと思ってます。はい、何回目になるんですか。はい、これでファッションショーの方は5回目ぐらいになりますかね。はい、もうちょっとなるかな。はい、どうですか今日は。いや今日とても良かったです。で私最初の頃で、いやたくさんの人来てくれるかなって、これをボーターでやるのは初めてだったもんですから、はい、ちょっと心配してたんですね。でもこんなにたくさん満杯になってくれて本当に良かったなというふうに思っております。着物というとちょっとハードルが高いような感じも。そうですね、ないんですが、常日頃着ないもの、逆に言うと今日皆さん方もおっしゃってましたけど、常日頃着てないからこのできて良かったとおっしゃってくださって、そういう点でもね、皆さんの街のためになっているのかなと。私どもひな供養っていうのをまた今月末にやるんですけど、これもね、とても皆さんに喜んでいただけてるんですよ。というのは、おひな様買った、もう今、押し入れのゴミになっちゃってる、はい、だからって言ってね、結構たくさんの方が、全国からも送ってこられる方がいてね、そういう点では、それも、まあ、皆さんのためになればね、須坂の町だけのためじゃなくして、ということで、今もう実施してるんですけどね。まあ、今日参加された方は、県外の人もなんかいらっしゃったと。そうですね。毎年来てくださる方もいたんですけども、今回は今この前の時にはもうちょっとたくさんの方が会ったんですが、今回ここ初めてだったということもあって、人数を20名ぐらいに絞ったもんですから、もっと多かった時はね、30何名いた時もあるんですね。それでやりましたので、ちょっと心配はしてたんですけども、良かったです。これからもね、やっぱり今日やってみてとても皆さんに喜んでいただけましたので、皆さんが喜んでくれることはこれからもすごく継続してやっていきたいというふうに思っております。ぜひ夢に向かって。そうですね、はい、いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。橋本さん一つ上上がって顔が入らなくなっちゃうから、うん、だからそのなら大丈夫ですよ。